皆さんこんにちは。こんにちは。ポケットプラスの紹介をします。こちらに開発者の方々に来ていただいています。まず最初に、この商品の生まれた背景をお聞かせください。これを作ったきっかけは、子供の移動ポケット、学校にティッシュとかハンカチを持っていくときに使う小さいポーチみたいなのをつけるのがあるんですけど、それを見たときに、あ、もっと可愛くいいのできないかなと思って、作りたいなと思ったのがきっかけです。はい、なるほど。次に商品の特徴を説明してください。ポケットプラスはいつもの洋服にポケットを一つプラスするような気軽な感じで使えるポシェットを目指しています。どんな洋服にも合わせられるように 3Wayで使えるようになっています。で、付属品にこのようなストラップとクリップがついていまして、長さを調節することができます。で、長さ調節をして、こう肩からかけることができたり、長さを短くしてですね、こうウエスト部分に回してウエストポーチにする形ができたり、あとはこのクリップですね、クリップを直接洋服につけてつけることができるようになっています。なるほど、いろいろ便利そうですね。おすすめの使い方を教えてください。はい、私はですね、普段会社でパソコンを持ち歩くことが多いので、両手が開かないんですね。で、両手を開けるためにこのポケットを使うんですけども、普段はですね、携帯電話ですとか、名刺、ハンカチなんてものを入れます。最近はですね、除菌シートとかも入れて持ち歩くようにしています。会社ではフォーマルの、服装が多いので、普段黒ですね、黒いのを選んで使っています。プライベートではお家でお散歩の時に、こういった柄ですねを使ってお洋服に合わせて選んだりもしています。柄とか素材とかいろいろなものがたくさんあるので、冬はこういうファーのものとか、夏はああいうスケルトンのものとか、いろいろ季節によっても使い分けて使っています。僕はポケットに入れるとちょっとガサバっちゃうような、そういうもの、例えばマジックだとかハサミだとか、そういうものをポケットが結構男の人も多いようで、結構入れると大きくなっちゃうので、そういうのに使っています。なるほど、男性も女性も便利に使えそうですね。最後に今後の企画について、考えていることがあれば教えてください。はい、今後に関しては紳士の方には、スーツに合うような、企画ですとか、あとはやっぱ手が空く自由なスタイルなので、スポーツ観戦とか、もう一個ポケットがあったらいいなと思うような、環境とかね、そういうところを考えて、新しい商品開発とかを動かしていきたいと思います。皆さんどんどん使ってもらって、こんなのがいいなとか、いろいろアイデアがあったら募集しているので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。